ぞ彼。これが黄昏時の語源ね。黄昏時はわかるでしょ。夕方、昼でも夜でもない時間、世界の輪郭がぼやけて人ならざるものに出会うかもしれない時間。もっと古くは枯れたそ時とか川垂れ時とも言ったそうです。質問、片割れ時はなくて片割れ時？それはこの辺りの方言じゃない？糸守のお年寄りには舞いお言葉が残ってるって聞くし。どいなかやもんな。じゃあ次、宮水さん。あ、はい。あら、今日は自分の名前覚えてるのね。ん？覚えとらんの？あんただって昨日は自分の机もロッカーも忘れたって言って、髪は寝癖ついとったし、リボンはしとらんかったし。嘘？本当？なんか記憶喪失みたいやったよ。そういえばずっと変な夢を見とったような気がするんやけど、なんか別の人の人生の夢？よく覚えとらんな。わかった、それって前世の記憶、もしくはエベレット解釈に基づくマルチバースに無意識が接続したっちゅ。あんたは黙っとって。わあ、テッシー、もしかしてあんたが私のノートに。なんでもない。あ、でもミツハ、昨日はマジでちょっと変やったよ。なんか体調悪いんやない？おかしいな、元気やけどな。ストレスとかやない？ほら、例の儀式ももうすぐやろ。ああ、言わんといて。もう私この町嫌や。狭すぎるし濃すぎるし、さっさと卒業して早く東京行きたいわ。まあな、本当に何もないもんな、この町。電車なんか2時間に1本やし、コンビニは9時に閉まるし、本屋ないし歯医者ないしな。そのくせスナックは2軒もあるし、雇用はないし、嫁は来ないし、日照時間は短いし。お前らな。何？そんなことよりカフェにでも寄ってかんか。え、カフェの？どこ？お姉ちゃん元気出しないよ。いいに、学校の人に見られたくらい。思春期前のお子様は気楽でええよね。そうや、いっそ口上酒をいっぱい作ってさ、東京行きの資金にしたら。あんたってすごい発想するな。生写真とメイキング動画とかつけてさ、巫女の口上酒って名前とかつけてさ、きっと売れるわ。ダメ、酒税法違反。え、そういう問題なん？アホな人やな。